ともある。そんな時はみんなで笑っちゃおう。俺たち BNY できないことなど何もない、何もない。これまでございます。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、これからだよ。まだですか？これからだよ、これからですか？これからだよ。もうだいぶいい時間ですけど。いや、これからです。頑張っていきますか？行きましょう。頑張りましょうか。お願いしますね。さあ、というわけで、今から始まります、はい、ヒートアップイベース、今回も、はい、まあ、このようなね、ちょっと時間、夜深い時間ですけど、そうですね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、そしてですね、これ見てください、これ。お、ここはどこ、また違うんじゃないですか？なんか皆さんもね、どこどこって言ってますよ。言ってますよね、はい、これ、オレンジっす。これここここさ、原宿オシャンティーでしょ。オシャンティー、オシャンティーでしょ。確かにこんな家住んでそう、だけど、住んでそうでしょ。だけどここは違う。だってそうしないと赤い顔じゃん、着ないよ。そうだよ、なかなか着こなくない。でしょ、うん、後ろが白いから白い T シャツじゃダメだろ。何、 T シャツ、 T シャツ、白い T シャツね。そうなんです。さあ、というわけでですね、はい、今日はですね、こちらの西武の学食ですよ。はい、学食ですね。実際ですね、こちらのそのサテライトスタジオの2階に設置されている、この普段はね、カフェとなっている場所なんですけど、はい、学食からお届けしたいと思います。はい、さあ、今日もこの番組を盛り上げてくれる愉快な仲間たち、はい、自己紹介をお願いします。はい、頑張って。皆さんこんばんは、古川雄太です。はい、好きなパーマはパンチパーマです。はい。どういうこと？皆さんこんばんは、小松洋介です。お久しぶりです。はい、今日も夜遅いですが楽しんでいきましょう。お願いします。はい、というわけで、滝口幸宏です。今日朝目が覚めて一発目になったことは足くじいたことです。大丈夫かなと思いました。よろしくお願いします。好きなパーマは、好きなパーマは、あ、ツイストツイストパーマ、ツイスト、オッケー。まあ、好きなパーマは、好きなパーマはレンゲの、あの、あれ、レンゲ、レンゲ、レンゲだろ、レンゲ。なんだよ、レンゲのやつ。レンゲでってどういうこと？嘘嘘嘘、これは面白いの今このくだりは。いや、全然変わらないよ。大丈夫ですよ、大丈夫です。行こう、行こうよ。十分楽しいですよ。さあ、そしてですね、はいはいはい、まあ、前回、前々回と、そうですね、ビッグなゲストたちが来てくれてるわけですよ。はいはいはい、今日もマジっすか、言ってないです。まだ何も言ってないです。ごめん、先取りしちゃった。今日もですね、はい、強力なゲスト呼んでますよ。うお、誰だ。だけど、はい、これ読まないで、はい、いるってパターンもあります。どっちがいいですか？そっちパターンでいきましょう。ダメです。言ったけども、呼びましょう。オッケーじゃないの、あんたも。あんたもオッケーじゃない。出たいでしょ。いいいいじゃないんだよ。何、どこ見てんだよ。というわけでですね、今回のゲストをお呼びしたいと思います。4代目西武手塚国光役の部長こと渡辺大輔君です。よろしくお願いします。焼きそば、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 チャクチャクチャク、
します。よろしくお願いします。いやスタッフの皆さん、お疲れ様です。コビ売るな、コビ売るな。見てください、コメントすごい。いやすごいね、ありがとうございます。ねえ、なんか皆さん楽しみにしていて、反復横跳びのピンってくれます。反復横跳び、あのね、あの自分の番組の方でですね、トリプルトーン、おとといやりましてですね、はい、一応3人の中でトップだったということで。何回1分間でね、4点。おお、なんで分かった。正解強い。逆に光の速さとかじゃん。とんでもない速さ。そうすごい。61、みんなで知ってるね、よく知ってる、ありがとうございます。すごいですね、60回ってすごいよね。いやでもなんか別の企画でやった時はね、もう行ったんだよね。じゃあ、反復横跳び役者にしようよ、今度から。やめろ、やめろ。やったお前らもなんか否定しろ。やたらやってんだもん。今の動きにちょっと、なんか自由だな、お前。これ自由だよ。大丈夫か？これ自由、この番組自由なの。あ、本当？このまま、やめるか、今日。怒っちゃうよ。基本この人いつもやめるかっていうテンションで、ちょっと破天荒を見してるから。多分それがさっきのとこなんだろうね。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、今日もさっきのね、本当いろんなこと書いてありましたけど、反復横跳びキングとか書いてあったけど、たくさんコメント来てますよ。はい。もういろんな、もうタッキーいい加減にしなさいって分かるんだよ。おばあちゃんじゃねえかなと思って。あんたすげえよってずっと出てるけどさ、あれって何なの。あれはね、なんかね、もう挨拶的な感じだよね。へぇ、滝口王国の子。あ、そうなの。おはようみたいな。だんだん毎回聞かれるから説明が雑になるから。俺、あんたすげえ、すごいでしょこれ。すごいね。バナナすげえよってどういうこと。バナナすげえ。バナナね。ほら、あんたすげえよってこんだけ想像打ってくれたら、ヤフーのなんか検索ランキングに上位するから。あんたすげえ。作ろうかな、それは。早いしょ。よし、行け。よし、じゃあ、ごめん、すぐ出ねえ。しっかりやれや。よし、そんな時はこいつ。え、よし、行け。ま、グレーパーカー。やめてよ、ちょっと。これ、買ったばっかなんだけど。もうね、なんか言うことがいちいち可愛くて、なんかうざい。さあ、というわけでですね、もうこの4人で今日も楽しくやっていきたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。何何さあ、もう学校だからもチャイムがこう鳴るわけですよ。なんかいいな。いいでしょ。このチャイムが鳴るっていうことは、新しいこう授業というか、また授業が始まるというわけなんですけども、これからの時間、まあ、こんな時間ですけども、はい、声楽恒例ホームルームといきたいと思います。よろしくお願いします。ホームルーム。はい、では私は、いや、泳がしてみるやめとけ。じゃあ、はい、俺やりますよ。ああ、いい。じゃあ俺やる。お前らの番組だろ。毎回こんな感じ。頼むぞ、お前。今日調子いい方。今日いい方。うん、まあまあ、というわけでですね、ホームルームの時間なので、たくさん番組に当てきているテーマなんか、メールですね。メール、そして、先週募集したテーマに対するメールなんかも来てるんで、これを紹介していこうじゃないかと思います。皆さんの手元にね、メールが来てますよね。はい、ありがとうございます。来てますね。じゃあ、僕から行きましょうか、早速。はい、じゃあ、やってください。滝口さん、古川さん、浜尾さん、渡辺さん、こんばんは。こんばんは。私は、リリルンと言います。はい。はい。浜尾さんと渡辺さんが出演されている匠くんシリーズ、あの晴れた青空、はい、舞台挨拶を含め、何回も拝見させていただきました。何度見ても飽き足らない、素晴らしい映画でした。匠くんシリーズは男子校での恋愛がテーマですが、皆さんは同性の方に好意を寄せられたことはありますか。そしてそうなった場合どうしますか。ちなみに私の中学と高校は女子校で、過去に何回か同性の方に告白されたことがあります。皆さんのお話聞かせてください。もうこれはじゃあ言ったら、もう早速ですけども、大ちゃんのマン聞くしかないじゃないですか。まあ、言ってもこの匠くんシリーズなんて俺より最多出演回数を誇ってるタッキーがいるからね。そうだね、すごいよね。撮影がそんなにないのに結構いたりするから、ね、いやすごいね、やっぱ4人みんな出てるからね。出たい、出たい、皆さん出たいって言ってますよ。出たいって言ってるよ。もうちょっと乗れや。もうちょっと乗れよ。いや、もっと3人出てんだからさ。さあ、というわけで大ちゃんどうですか。ちなみに大ちゃんは共学の学校ですか。共学、うん、まあは俺は、高校1年の時は男子校に行ってて、高校2年生から転校して。男子校ってどうなの。実際どうなの。そういうの、なんかこう、なんかちょっとさ、俺らの世界だよ。
だから、うん、まあある時もあれば、はい、ない時もある。だからある時もあるの。あるやっぱあるんだ、うん、本当にやっぱそういうねなんだろう何どうした、うん、ゆうた眠た眠た眠たそうって書かれる。いや眠たくないですよ。あのね、最近どこ行っても眠たそうだね君って言われる。今の現場でも眠いのってよく聞かれるんですけ ど, どうした。全然眠くないですから大丈夫、うん、もうそういうからのからの、うん、まあまあまあ、まあ、ダメだなこれ今日ダメだな今の、まあ、若干もあのゆうたにどうしようもするけどね俺はかわいそうに今のフリーはね、うん、かわいそうに、うん、さあそれでね、まあ、すごいね。まあじゃあ新しい他のメール行ってみましょうか。はい、はいはい、メール行きましょう。次やりますか。じゃあ僕行きますね。はい、お願いします。ヨコさんからいただきました。おい一人で読めるか。大丈夫ですよ。おいおい、タッキーさん、ユンくん、はい、タッキーさん、ユンくん、マオくん、ダイちゃん、こんばんは。こんばんは。ヒートアップ楽しみにしています、はい、そしてダイちゃん、トリプルゾーン開始おめでとうございます。ありがとうございます。今後3人がどんな掛け合いが見れるのかすごく楽しみです、はい、さてゲストのダイちゃんに質問です、はい、タッキーさん、ユンくん、マオくんに初めて会った時の印象はどうだったでしょうか。あ、またダイちゃんにとって、うん、4代目性格でのユンくん、マオくんとの思い出深いエピソードがありましたら教えてください。よろしくお願いします。これはいっぱいあるんじゃないですか。まあ印象か、うん、まあ、みんなに共通して言えるのは、はい、綺麗な顔立ちしてんなと。あらら、はいはいはい、いやいや、もう鼻筋通ってよ。どういうことだよ。まあそれは、ね、まあ、お金かけてますからね。あ、そうなんだ。何百万かかりました。まあ、あの200結構かかってる。結構リアルな数字やねん。いやいや、でもね、本当でもね、本当でもそういうのと思うよね、仕事してても。なんでそうなんだ。こんな顔ちっちゃいやついる？いないっすよ。違う違う違う。でもだって俺初めて俺トニミューのそのオーディションで、うん、ダイちゃんとユウタと会った時、俺本当に人間じゃないと思ったもん。嘘つけ。本当に。武空術使うんじゃねえかって。初めて言われたよ。初めて言われたよ。本当だよこれ。そっち。だったらなんか。え、なんかあスタイルだってこと。もう顔が綺麗すぎて。嘘つけ。そつけ違いますよね皆さん。じゃあ本当にいやいやしゃってんじゃん、喜んじゃってんじゃん。さあさあというわけでじゃあ、うん、他にメールいきましょうか。はい、行きましょうか。はい、じゃあ僕行きます、はい。京都府のマーさんからいただきました。はい、お、ありがとうございます。短いですね、うん、運動会では好きな競技は何でしたか、もしくは何が得意でしたか。あ、運動会、運動会じゃん。運動会、はいはいはい、運動会、どえ運動会、え、なまってるよこれ。え、運動会、運動会、じゃあ運動会なんだろうな。認めた。じゃあ運動会。俺早いな。俺も早い。タッキーさんは何？俺ね、ぶっちゃけね、あの昔騎馬戦とか好きだったんだけど、この前ね運動会出たの。っていうのは友達の子供が運動会出るって言ったんだけど、友達が仕事で行けないって言ったから。何？あ、だから何人かに見に行った。すっげえ楽しくて綱引きやっちゃった。ああ。超楽しいよ。今の自分行ってみたいですよね。小学校の運動会に混ざって。楽しい。いいねいいね。なんか好きな競技は。俺好きだったのは多分リレーだね。ああ、俺もリレー、うん。花形だよね。うん。そうリレーは。あの最後にやるやつね。リュウタあれだよね。陸上やってたよね。陸上やってましたよ。そう、知らなかったもん。知らなかった。あれ？陸上で結構いいとこまで行ったんだよ。そうなんですか。ええ。